はい、おはようございます。マスタートです。今日は2020年、9月の14日、月曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。はい、箴言20章の22節、悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主がなったら救われる。箴言20章22節。はい、ひどい仕打ちを受けたら普通は誰でも仕返しを考えます。自分の恨みを晴らしたいからです。しかし聖書は全く違った方法があると教えてくれます。イエス様の愛の心をいただいて許すこと、解決を主にお任せすることです。これこそ善を持って悪に勝つことなのです。今日の祈り、イエス様あなたの心をください。悪で報いることなく善によって勝たせてください。はい、今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵なカードです。はい、はい、裏のコメントです。お祈りいたします。天の父親の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も一日、主と共に、愛の門とならせてください。この祈り、私たちの、個人的な、救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。マスタートです。月曜日ですね。朝起きるのは大変、辛いですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝もう、結構ひんやりしてますね。はい、日中また暑いですけど、また暑さには気をつけましょうね。はい、新型コロナにも気をつけましょう。3密覚えていきましょうね。はい、じゃあ上を向いて、前を向いて、健康には留意されてください。また明日お会いいたしましょう。シェガヤです。パッションプレイズユーシャローム。